演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらセブンイレブンのおにぎり熟成焼き鮭と牛カルビを食べたいと思います。というのもですね、以前コメントの方にセブンイレブンのおにぎりを食べてほしいというリクエストがあったので買いに行ったのですが、いろいろ種類がね、何を買っていいのかわからないんですよね。なのでとりあえずポピュラーなこの焼き鮭とちょっと変わり種の牛カルビを買ってきました。今日はこの2種を食べ比べたいと思います。お肉とお魚の対決って感じですね。ではまずこちらのポピュラーな焼き鮭からいただきます。やっぱりおにぎりの中では鮭が一番イメージあるし美味しいなんですよね、まあ、そこもあるんですけどね、これを買ったのは。というわけで五体ね、よかった、海苔ちぎれずに済んだ。しょっちゅうちぎるんですよね、海苔。ではいただきます。鮭は安定してるけど、牛カルビはこれはすごいな。焼き鮭の方はいわゆる塩鮭とは違って塩の旨味、味は淡泊で、その分鮭そのものの味を感じることができます。ただちょっと物足りない気もしてしまいましたので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと強い方多いですね。で、牛カルビなんです。なんか一口目を噛んだ瞬間から牛カルビの甘辛いタレと肉の食感が口の中にふわっと広がってきて、そこにちょうどいい感じにご飯も入っていて、とっても美味しかったです。ご飯と一緒に食べる手間も省けていいですね。というわけでこちらの点数させていただきます。つまり今日のところは牛カルビの方が美味しかったですね。おにぎりも美味しいですよね。またいろいろ機会があれば食べてみたいと思います。ではこの恋、仏叶うや春なのに、仏様になってから叶ったのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。